ビルイライラビルイラ会社員はじめまして。今日からこのずっとカニお世話になるかわいいの公式夢見るアドレセンスガイです。ああということで、アサリ先輩として仕事を教えてやってくれ。え、俺っすか。あ、まあいいや、自分の仕事を押し付けまくろう。至らない点があるかもしれません。そして顔採用ですが、よろしくお願いいたします。え、顔採用なの？てか明けつけに言う？そういうの。まあいいや、この商品のプレゼン資料作ってもらっていい？はい、わかりました。非顔採用のアサリさん。非顔採用って言う必要ある？非顔採用だけど。え、すごい資料の作り方するね。すみません、顔採用なもんで。え、顔採用ってそういうことなの？できました。早いね。って全部顔文字。すみません、顔採用なもんで。これじゃ商品説明できないよ。大丈夫です、顔採用なので。顔で説明してる。棒グラフも顔採用です。企画書の棒グラフを顔で。円グラフも顔採用。おお。折れ線グラフは手作り。棒グラフは顔採用。ゴルフクラブは顔採用。塩昆布顔採用。捜査本部顔採用。折れ線グラフ手作り。もういい、何遊んでんだ。もういい、何遊んでんだ。ナイス顔採用。ほんといい加減にしろ。この顔採用の底知れぬ可能性、非顔採用の鴨山課長には伝わらないか。お前も非顔採用だろ。これがどう仕事に直結すんだよ。ふざけてるとしか思えねえよ。すみません、でも私たち顔採用なりに真剣なんです。売り上げに貢献したいんです。まあ一応売り上げとか考えてはいるのね。はい、私たちのニューアルバムスーパージェットスーパーの売り上げに貢献したいんです。いや、そっちの売り上げかーい。ドラミゴゴメチャスーパースーパーラブリーラブリー。え、何これ、エンディング曲いつもと違うんだけど。この曲はニューアルバムスーパージェットスーパーに収録されているドレミです。やりたい放題だな。夢見るアドレセンスニューアルバムスーパージェットスーパー絶賛発売中です。